鹿児島スポーツランドはかつて三重県島郡阿吾町にあった近畿日本鉄道経営のレジャー施設である。阿吾湾に浮かぶ鹿児島の対岸にあった。この施設は1970年7月12日にオープンした。開設者は近鉄工業で同年に島マリンランドも同社が開業している。年中無休で営業時間は9時から17時であった。園内には テニスにアーチェリー、プールのほか、30項目に及ぶ本格的なフィールドアスレチックがあった。プールには競泳用とレジャー用があり、レジャープールはオフシーズンには釣り堀に転用されていた。若者や家族連れなど幅広い客層があったが、1999年3月31日で閉鎖された。か島スポーツランドの跡地は、 近鉄から借用した大阪市のローズネットによって、賢島ローズネットファームの名で2010年7月にバラ園として再生した。しかし、ローズネットは同年11月に大阪地方裁判所に破産手続きを申請。2011年6月に賢島ローズネットファームは閉園した。その後、新会社、島ローズファームが設立され、 2011年11月27日に社名と同盟の島ローズファームとして再出発した。ありがとうございます。